で、神仙の火を消すわけにはいきません。神仙がまた以前のような賑やかな旅館になるよう、全員で力を合わせて頑張っていきましょう。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。 あの、私こちらの大狼から若旦那が亡くなって男手が必要だから番頭をやるようにと仰せつかった加賀見善太郎と申します。ねえねえひろこさん、あんたがさ去年横浜村祭りで見たこと善さんに話してやって。なんで？いや、あの、一応番頭として知っておきたいんだよ。お願いします。話しといた方がいいわよ。善さんまでおかみさんの毒牙にやられて殺されちゃったりしたらかわいそうだし。毒牙ですか？いや、そんな風には見えませんけど。甘いな。死んだ若旦那には婚約者がいたのに、あの女色仕掛けて奪い取っちゃったのよ。婚約者がいたんですか？清美さんの前を通った瞬間にボワーッと燃え上がったのよ。ボワッと？あの女が若旦那が走ってる時に衣装に火つけたのよ。どうやって火をつけたか見たんですか？ううん、すれ違った瞬間に燃え上がったのを見ただけ。あの、それ警察には言ったんですか？言ったけどダメなのよ、事故だって。誰がそんな噂聞いたんですかね？ひろこさん。え？そうよね。ええ。あの、誰にですか？この間カラオケパブに行ったら隣の人が話してたの。どんな人です？旅行で来てるそうなんだけど、元週刊誌の記者だった人だって。名前わかりますか？そんなこと聞いてないわよ。あ、そうですか。それでその人はおかみさんが誰を殺したって言うんですか？同棲してた男だって。おかみの部屋にあるサラダヒコの表様を持ってこいと、その表様をつけて徳田さんを殺し、おかみの仕業に見せかけようと思ったからだ。元橋慎吾、加賀見善太郎殺人未遂の現行犯で逮捕する。および桜井光雄殺人事件、徳良久志殺人事件についてもじっくり話を聞かせてもらうぞ。